こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。ですね、今日はですね、岐阜県は高山市の、高山のね、駅前に来ております。なんか、おしゃれな雰囲気でちょっと、最初びっくりしたんですけども、高山のね、街をね、歩いていこうと思います。今日はですね、10月17日の日曜日、今、午後6時半なんですね。ではね、高山市もこう古い町並みで、ね、有名だと思うんですけども、そのあたりね、ちょっと歩いていけたらと思います。これがね、JR 高山駅。もうちょっと離れた方がいいですかね。こんな感じです。で、夏の過ぎというか、水がすごい、水がすごいですよね。で、駅前ね、まっすぐね、行くんではなくて、もう少しこう南に行ったところに、アーケード商店街があってですね、そこの道をね、ちょっと通っていこうと思います。これはお土産物屋さんですね。なんか駅のね、正面にこう商店街が発達したのではなくて、ちょっと外れたところにあるのは何か理由があるんですかね。昔は駅がもう少し南側にあったとか、そういうことなんでしょうか。ちょっと全然わからないんですけども、だいたいね、駅直結にこう駅前商店街みたいなのがあることが多いんですけども、まあ昔鉄道がもうできる前に商店として発達してるのかもしれないですね。この辺全然勝手な予想なんですけども。で、こっからね、アーケード商店街が始まりまして、道側の両側にね、こう歩道の部分だけアーケードがあるようなタイプの、アーケード商店街なんですけども、地図で見た感じだけなんで全然的外れなとこを歩いている可能性もあるんですけど、なんかこれは旅館いろはっていう、なんか昔の料亭とか、なんかそういう感じの作りですよね。お茶屋さんとか、旅館、もともと旅館の作りですかね。普段はそんな気温のこと言ったりしないんですけど、なんとですね、今
映りますかね。今高山市9度って出てるんですよね。最低気温6度で、今日ね、岐阜市の方を出て、で、西に向かって行って大垣行って、で、今度北上していって伊能市で郡上八幡とやってきたんですけど、郡上八幡からこの高山のね、町に来るのにちょうど、標高ちょっとわかんないんですけども、ずっとね山の中の道を走ってくるんですけど、気温が4度って出てて、ちょっとびっくりしました。なんか旧車っていうんですかね、フェアロディーゼットとか箱塚とか、そんなのありますよね。なんか航空物の模倣品なんですかね。ちょっと本物かなとか置いたりしないですよね、こんな感じでね。なんか高山市のイメージにすごく合ったようなお店がやっぱり目立ちます。ここは飛騨牛のお店ですかね。レストランも併設されてて、やっぱりこの辺りまで来ると飛騨牛がすごく目立ちますね。お店がこうやって上りを出してるお店はちょこちょここうあって目につく感じですよね。でここにですね、案内板が上にこうやって掲げてて、これは一回ちょっと右にちょっと戻ってこっちに行った方がいいんですかね。あんまりね、古い町並みのところを行っても緑なんで深くて響きが全然伝わらない可能性もあるんですけど、ちょっとせっかくなんで京都もね、こういう街並みがありますけど、高山も普通にね、こういうこう古い造りの家が並んでて、こう実際にしかも生活してる感じがあるんで、で、この辺を通るのがいいんですかね。
か時間がね6時40分ぐらいなんで、お店とかそんなに閉まってないと思うんですけど、ですよね、古い建物を利用した。この辺ってもそんなになんか暗くて分からなかったりして、この辺も暗いんでほぼ真っ黒に映ってるかもしれないですけど、ここは正面に末広二番街っていうアーチがあって、あれは店がねあるんですかね。この辺も何屋さんなんですかね。人間食事って書いてますね。やっぱりこっちの商店街通るべきだったのかもしれないです。やっぱり今日は日曜日なんで観光客の人がもう少ないんですかね。朝日町本通り結構面白そうな通りなんで、ちょっと時間があったらね、別でこの動画とは別でちょっと撮ってみたいと思います。高山温泉の宿、田辺旅館、田辺こういう雰囲気のある旅館に泊まった方がいいんでしょうけど、あんまり作ればいい、マジでいいですよ、絶対いいだと思って、風流のとこ泊まる趣味がなくて、めちゃくちゃ機能重視の宿に泊まって、ホテルに泊まってるんですけど、うわ、一夜寿司、お寿司もちょこちょこ見かけるんですけど、山国で寿司っていうのはなんか特殊な加工のものとかがあるんですかね。牛焼肉、飛騨牛寿、ここをちょっと通ってみましょうか。なんか商店街が、こっち側もね商店街があるんですけど、これは後ほどの動画にするということで、夜は早いんですかね、この辺り。
ユーハイ。ここはタバコ屋さんですか。宝くじタバコ屋さん。え、招き猫があったりしますね。こんな感じですね。後ろからじゃないかもしれない。ない方がいいのかもしれないですけど、ちょっと後ろ姿で。日曜日の夜なんでこんな感じなんですかね。なんか僕の中で辺り一帯は飛騨牛と団子のイメージが。ここも飛騨牛ですね。そっちにも飛騨牛のお店があったんで、あ、ここも飛騨牛ですね。やっぱりあとやっぱり味噌がね、味噌屋さんとか味噌味とかが多いのかもしれないですね。あ、飛騨高山中華そば。飛騨牛を乗せたラーメン屋さんですかね。フランス料理店ルミディが考案する他にないこだわりのラーメンを目指しています。飛騨高山の素材、飛騨牛や地野菜、ジビエ、天然キノコとかシェフがキャッチした魚介等を使用して、なかなか凝ったラーメン屋さんですね。いい値段しますけど、まあ牛肉乗ってたらこんなもんですよね。M、 中華そば専門店 M。 まだ夜ご飯を食べてないので、あんまりお腹空いてないですね。ちょっと遅い時間に郡上八幡のね町でケイちゃん定食っていうのを食べたんで、だからあまりお腹空いてないんでね、なんかどうしようかなと思ってたところなんですけども、ここはね、橋がライトアップがね、もうちょっとされてると雰囲気があっていいのかもしれないですけど、この辺が、この辺またなんか雰囲気のいい建物が多いですね。片原町保存区域、やっぱりそうなんですね。この辺保存区域なんですけど、ちょっとやっぱり夜は暗すぎたかもしれないですね。この辺はまた雰囲気のある建物が多いんですけど、ここはおもちゃ屋さんで、こっちがベンガラ、ベンガラって書いてある呉服屋さんで、こっちがね結構
夜は夜で雰囲気のある街並みですよね。ちょっと暗すぎますかね。今 DJI ポケット2使って撮影してるんで、やっぱりどうしてもね、暗い場所撮れなくはないんですけど、ちょっと弱いんで、後で一眼レフをね、一眼レフって言わないですかね、 Vlog かも持ってきてるんで、それでね、この街歩いてみたいと思います。どれぐらい、違いが出るのかも分かると思いますんで、こんな感じでね、古い町並みがこっち側にも残ってるんですけど、みたらし団子屋さん、これはやっぱり町屋ですかね、商家ですかね、そういう雰囲気のお店が、お店だら建物が多いですね。ここは旅館です。すっぽん料理、ちょっと暗くて見えないですかね。ここで見えます？あ、見えないですよね。すっぽんはこの辺り有名なんですかね。水がね、綺麗なんで、すっぽんも臭みがなくて美味しいのかもしれないですね。で、下回ってないですね。で、ここでね、さっき歩いてきた商店街のあたりに戻ってきた感じですね。で、ここが、これ銀行なんですね。で、この辺もどうなんですかね。ちょっと地図を確認して、もう少し、西の方に顔出しの、あ、こう案内板が、桜山八幡宮屋台会館、残念ながら現在地がわからないんですけど、これが全く分かんないですね。16銀行どこですかね。
高山信用金庫ちょっとわからないので、あ、ここですね。これが銀行で、で、あ、映してないですね。ここがね、多分十六銀行 で、ここに国指定重要文化財の建物があって、で、エチューブリ街道。理解度っていうところ進んでいきましょうか。もうそろそろ撮影しだして26分なんで、もうこの辺で一回終えてもいいんですけども、この商店街の端まで行きましょうかね。とこの辺のね、古い町並みはちょっと別の動画でね、ご紹介したり、あと、明日の朝まで、高山のこう町並み撮ろうと思ってましたんで、ひょっとしたら、古い町並みは朝撮った方がいいかなと思いました。案内出てますね。屋台会館とかなんかそういうのがあるんですね。ああ、ここは街灯がこうあるんですけど、もうちょっと後ほど違う動画でね、歩いてみたいと思います。ここはアイスクリーム屋さんですかね。クリーム屋さん、甘いものを売ってるお店ですかね。そろそろね、商店街の端まで来たので、この動画はねここで一旦終えたいと思います。あと何本か高山市の街を撮ろうと思ってますので、ちょっとねこちら側も見て楽しんでいただけたらと思います。商店街の端ですね。と振り返りながらこっちの方がいいかな。いや、本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。ありがとうございました。